Hey guys, it's Boston from Boston Translation. I'm here with Kento-san, and we are totally checking out makeup tips on Robert's channel. So. Konnichiwa. Konnichiwa. 実はですね、Kento は最近日本よりアメリカの多いんですよ。で、いろんなプロジェクトとかやってるけど、こっちはロバート・ジョーンズというアメリカで有名なメイクアップアーティストなんですよ。もうビューティーとか雑誌とか。で、ロバート・ジョーンズのビューティーアカデミーというオンライン、ビューティースクールを作ったんです。あ、すごいでしょ。日本の皆さんだってビューティーはすごいなんか気にしてるんじゃないですか。そうですね。で、今日はそこで撮影してるんで今日来ていただいてありがとうございます。いやいや、ありがとうございます。で、まず、ロバート・ジョーンズ紹介したいと思います。What am I saying? 日本の皆さん、ロバート・ジョーンズ。ロバート・ジョーンズ、日本の皆さん。That's everyone in Japan. Hola! これは本当に日本語わかるんですけれども、あの英語だけを。けど。そう。全然わからないです。Everything is things. で、こちらは、Natalie。Natalie ちゃんです。で、実は Natalie はですね、Can I tell how old you are? Yeah. Do I know?34。実はいくつだと思います？34歳ですよ。信じられないんですよね。まあ、あの本人は綺麗は綺麗だけど、ロバートさんの、メイクでまとまって綺麗になったんですよね。なんかこれはレトロのですね、まあ、ピンアップギャルの、イメージをした、ルックでございます。まあ、これからまた日本の、ロバート・ジョーンズビューティーキャットのバージョンを我々将来作りたいと思うけど、その時またよろしくお願いしたいと思います。It said you're ugly. 言ってない。言ってないよ。言ってない。ということです。まあ、あの今日あの、ボストン君がですね、来ていただいて本当に嬉しいです。Yeah, これからも頑張っていただき、頑張りましょう。いい、頑張りましょう。日本の皆さん、Be beautiful.